こんにちは。ゲームやアニメ関連のイベントをリポートする番組ネタゲオです。今回リポートするのはアーケード関連ゲームの最大級イベント、ジャパンアミューズメントエクスポ2015。リボンにハサミをお入れください。どうぞ。ジャパンアミューズメントエクスポ2015開幕です。このイベントについては過去にも何度か紹介したことがあるので、今回はすぐに本題に入りましょう。まずボンダイナムコゲームズブース、ピカチュウたちが迎えてくれました。そうです、ボンダイナムコゲームズはマリオカートに続いて今度はポケモンに挑みます。ここでは新しい格闘ゲームポケンタネメントを展示していました。簡単に言うと鉄拳のポケモンバージョンです。シンプルなデザインな筐体で画面の上にピカチュウかルカリオがいます。操作はコントローラーで行います。正直言ってコントローラーで操作するアーケードの格闘ゲームを見たことないような気がします。だいたいスティックですね。コントローラーには正面に4つのボタンと LR ボタンがついています。 L ボタンでサポートポケモンを呼び出し、 R ボタンでブロック、 B ボタンでジャンプ、 Y ボタンで弱攻撃、 X ボタンで強攻撃、 A ボタンでポケモン技が出ます。 Y プラス B ボタンで掴み攻撃、 X プラス A ボタンでブロック攻撃です。デモバージョンではプレイ可能なキャラクターは5つあり、サポートキャラクターは6つの中から選べました。バトルは円の中で行われ、カメラは3人小視点で対戦相手を追います。画面の左下は体力ゲージ、こう描いてるのは共鳴ゲージで、 LR ボタンを同時に押すとポケモンをパワーアップできます。このゲームのポケモンは可愛いよりももっと大人なポケモンになっています。今年の夏に稼働予定です。今回はこれでおしまいです。短い方が評判がいいようなので短くしてみました。次回はスターウォーズの筐体を紹介します。見てくれてありがとう。それではさよなら。